はい、どうもこんにちは、僕くんゲームでございます。ということで今回ウイリーアプリの動画やっていこうと思うんですけど、今回からね、僕くんゲームのオープニングの方がねついております。はい、このオープニングなんですが、僕のリスナーさんのね、成明さんという方がね、ぜひ使ってくださいということで、DM もらってね、ツイッターの方で、で、いろいろちょっとね、動画の方見させていただいて、すげえクオリティすごくてね、やっぱ僕の稲妻イレブンだったり、ウイレの全てがね、詰まったオープニングになってるんで、ぜひこれからちょっと使わせていただこうと思います。ありがとうございます。はい、主にね、多分ウイレアプリの方のオープニングになるかな。編集があるんでね、編集つけてるんで。はい、ということで今回なんですけども、ウィニングレブン2018発売記念2180プレゼント GP プレゼントということで、僕はね、このプレゼントに関してね、関してというかプレゼントの、機会に18回ほど、まあ、ちょっとね詳しい数はねちょっとまだあれなんですけど、18回程度、2018にちなんで18回トップエージェント引いていこうと思います。 GP 使ってね、はい、今回やっぱあれサクサクちょっと引いていこうかなと思います。はい、ということで総合値がね、まあ黒玉1個は来てほしいね。はい、有能な選手も7選手が来てほしいんですけど、とりあえずね引いていこうと思います。まあね、何回引くかはちょっとまだ、ただ10回15、16、17、18ぐらいは引くと思う。うん、めっちゃアバウトだけど1回目いきます。サクサクいくんで、あの銀出たらね、ちょっとスキップボタンを押して、あの少しね、少しでも早く、キエーザ EC ビトリア、いやー、ちゃうな、君じゃないな、黒玉来てくんねえかな、あわよくば雷とかね。2回目いきます。さあ、サクサクいくんでね、今日はガチャ動画、まあ、とにかくね、ウイリアプリで、フォワードちょっとね、もうちょっと層厚くしたいなと思って、マルコルベン、マルコちゃん、あたしゃ嫌だよ、こらマルコ、こらま、ま、こいマルコや、友蔵の声むずいな、友蔵のモノマネ。あー、選手枠に空きがないということで、2回目を終えて、まさかのね、選手枠に空きがないということでござんす。ちょっと保有枠ガンガン拡張します。そう、 GP はちょっとあり余ってるんでね、まあね、スカウトとかもね、しようかなと思ったんですけど、まあ黒玉ね、一発10何万 GP でも当てちゃえばね、もうそれだけでも結構でかいよね。だってスカウトは上限値も決まってるから、まあ黒玉当てれればね、トップエージェントでだいぶでかいというお話でございます。ということで拡張しまくったでござる。はい、ということでお次3回目の方行きたいと思います。いやー、行こう、行こうトップエージェント、今日はサクサク引きましょう、引きよ引きましょう。カレリス、未所属新人さんですね。いやいやいや、4回目行こう、ガンガン行こう、ガンガン。やはりメッシ、イブラとかそのベイル付近、まあ、黒玉で雷落ちてほしいね、とにかく。はい、お、フィジカルモンスター来た。4回目にてベントク、ルカクの双子の兄弟的な要素があるベルギー代表のベントクさん来ましたね。彼はフィジカルモンスターですね、もうフィジカルモンスター、フィジカルモンスター、ララ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 ラ。ということで5回目いきましょう、キャリーパミュパミュさんのね、キャリーパミュさんのフィジカルモンスターという歌を歌わせていただきました。はい、6回目行こう、今日早いよ今日はペース早いからね、ついてこれるかな、このガチャスピードに。はい、6回目、パッチーニ、パッチ、パッチ、パッチーニ。はい、ということでちょっとね、ガチャ回数が間違えるかもしれないですけど、次7回目かな、間違ってたら申し訳ない。7回目、これちょっと早くやってるんだよね。もうとりあえず 何が何回か分かんないけど、とにかく18回付近ね、そこら辺を目指したい。それまでに黒玉当てたいね。はい、ということで8回目、さあ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 、8回目、何が出るかな、何が出るかな、金ボールめっちゃ来る、金がガビゴル、こん前ガビゴルな、あれだったね、イベント対象キャラだったインテルのね。いやー、ただやっぱり黒欲しいよ、俺は諦めない。9回目、さあさあ、サク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 、ガチャサクサク。あー、銀、スキップ、マトス、マチス、マトス。さあ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 、まだ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 諦めない、諦めないで、ガチャ。ちょっとペース早いちょっとペース早い。10回目、今日ペースめっちゃ早いからね、ガチャの。銀も、銀が出たらもうスキップしてるんでね、
ただ有能選手が来たらちょっと見たいですけど、アルル、アルルの動く城、それハウルか。はい、ということで11回目ね。いやー PS4 版もね、ぜひ僕動画出してるんでね、もしまだ見たことない方いたらぜひご覧ください。結構ねガチャ動画とかも出してて、はい、マイクラブモードやってるんでね。ビエット俺なんか知ってるぞ。結構強くなかった、ドリブル系。あー、まあ平均値的な感じの要素だね。うん、ザ平均値的な。はい、ということで12回目いきましょう。いやー、まあ確かに黒玉は 2.8% なんで、だいたい50回に1回ぐらい、まあそれはちょっと持ってるか、まあ、40何回に1回とかぐらいの確率ですね。はい、なのでまあ妥当だよね、来なくても。ただ来れば運がいい。ジャクソン・マルティネス、まあ彼は早いね。うん、早い、ただただ早い。公衆交代だ。はい、13回目。違う、14回目か、分かんなくなっちゃった、何回目か。あ、まあ、とりあえずちょっともう引いていきますね。もう回数関係なくなっちゃったよ。回数だいぶ関係なくなっちゃった。ガンガン行こう、ガンガン。うん、多分あとね、6回ぐらいかな。6、5とかで、うん。いつもガチャって回数は、おい、黒玉来た。いや、雷来た。え、うおー、あげろ。アグエロ来た。マジで13回目4回目付近にいてアグエロ来ましたね。いや適応率 100% で、いやアグエロは強えぞ。マンチェスターシティ所属、ラインブレーカー持ちで、スピードが抜群に速いと。いやー引いてよかった、地球に生まれてよかった的なね。ガチャを引いてきてよかったっていうね。はい、いやーアグエロはでかいぞ。ラインブレーカー持ちのね、裏抜けモンスターですね。まあ、得点力抜群のアルゼンチン代表の最強フォワード。いや、雷鳴るトップエージェントで。はい、ちょっとね、流れ来てるんで、ちょっともうちょい引いていこう。うん。ちょっと黒玉は予想外すぎたね、タイミング的に。もう、正直来ないこともあるかなと思ったけど、まあ、すごかったな、今のはちょっと。はい、引いていきましょう。あー、黒通り過ぎちゃった。黒通り過ぎ、誰か。ラシナトラオレ来たぞ。こいつは巨人の、進撃の巨人ですよ。彼は身長2メートル3センチから繰り出されるヘッドはね、最強なんですけど、PS4 版でね、この選手がいることによって2017が荒れたっていうね。ヘッド強すぎるっていう。まだコンピューター相手とかだったら、まあトラオレいいと思うんですけど、対人戦で2017でね、頻繁に使ってるとちょっとね、いろいろなんかそのクロスゲーのどうのこうのハノンみたいな問題があってね、スーパーサム持ってるしね。まあ一躍ね、話題になった方ですね。いや、ラシナトラオレ来る、アグエロの次。ちょっとコンピューター戦でね、トラオレ使った動画もやっていきたいですね。はい、ということでまだやっていこう。まさかのトラオレはやばいな。ちょっとね、トラオレにアグエロのあれ全部持っていかれたぞ。今、話題を。トラオレはね、多分誰も来ると予想してなかった。多分ね、なんだ、トラオレ、ラシナトラオレ、ウイレでね、多分ネットで検索するとね、もうひどいことしか書かれてないからね。害悪すぎるみたいな、もう彼がいることによってゲームバランスが崩壊したみたいな。まあ、そんななんだかんだでね、あって、まあ、2018はね、発売されたんですけど、まあ、結構修正はされてますね、クロスに関しては。はい、ということで、そんななんだかんだも言いながら僕はガチャを回し続けています。はい、カイセド。ということで、ちょっとね、流れもちょっと落ち着いたということで、今回トラオレとアグエロ当てたんでね。まあガチャは一旦この辺にして、まあ選手ちょっと見ようかな。ちょっとアグエロとトラオレちょっと見よう。アグエロ見て、アグエロ見てのトラオレ見よう。いやー、レベル30だね、上限がしかも。うん、これスカウトだと20だし、その面に関してはでかいんじゃない？はい、ということで今回ちょっと何万 GP 使ったか分かんないんですけど、結構引いた気がする。うん、まあ18発売記念ということでね、まあ21,180GP というね、なんかすごい20万 GP くれるかなと思ったんですけどね、さすがにそれはないか。はい、ということで、トラオレはどこだ。トラオレいた。いたぞトラオレ。ウルトラマンいた、最強ウルトラマン。 2m3cm のこの人、マジコンピューター戦とかで多分大活躍だね、彼がいれば。対人戦では僕絶対使わないんですけど。はい、ということでちょっとラシナトラオレは意外すぎましたね。
はい、ということでね、皆さんね、今回ちょっと2018発売記念でね、ガチャ、トップエージェント特大祭りで引きまくりました。あげるとね、トラオレまさか当たってね、はい、まあ今回のガチャね、楽しめたと思いますので、今回オープニングもね、ほんと入って、なりやきさん、本当にリスナーさんのなりやきさん、ありがとうございました。アップビー版ではね、オープニング多分こちらの動画使っていくんでね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。今回動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。さよなら、バイバイ。じゃあねー。